映画検温2011年映画声の形16年の監督を務めた山田久子の完全オリジナル長編アニメーション映画君の色公開中が韓国で開催される第29回釜山国際映画祭10月2日から11日アジア映画の窓部門に正式出品が決定。韓国プレミア初上映となる。山田監督と日暮しとつこ役の鈴川さゆが舞台挨拶に登壇する予定。鈴川は国内外含めて自身初の映画祭への登壇となる。1996年に創設され今やアジア最大級映画祭として注目集める釜山国際映画祭。国内外の約300作品、ワールドプレミア約100作品が上映され、来場者数は約20万人を記録する。君の色が選出されたアジア映画の窓部門は、様々な視点とスタイルを持つ、アジアが誇る才能豊かな映画監督たちの優れた作品を紹介する部門で、過去には、吉田圭介監督作、愛しのアイリーン、2018年、瀬瀬高久監督作、楽園、19年、沖田修一監督作、オラオラで一人組も、20年などが選出されている。